サントドミンゴデラ・カルサーダは、スペインラ・リオハ州のムニシピオ。自治体名は、アユエラ及び、近郊の地域を開拓した聖ドミンゴ・ガルシアにちなむ。サンティアゴでコンポステーラの巡礼ロット城にある。サントドミンゴデラ・カルサーダ巡視教座制度ロマネスク様式19世紀の歴史家メリーの、ウルリタによれば、かつての地名はオスカバルテであったが、現在は、 完全に失われてしまっている。11世紀のサントドミンゴデラ・カルサーダは小さな村落に過ぎなかった。歴史上に初めてその名が現れたのは1136年で、1141年には住民に特権が与えられた。住民は教会と聖ドミンゴが建てたセリョウインの周囲に定住していた。聖ドミンゴは、お葉川に橋を架け、森を切り開き、土地を浄化して、 ログローニョとブルゴスの間を通るローマ街道に似せて街道を建設した。彼は自らの作った街道を巡礼者が大勢行き来するようになると巡礼者のために施領院を建てた。1250年まで村は修道院長が治めており、その後は横領となった。横領となってからログローニョへと向かう主要道が通り、聖堂が建てられた。 アルフォンソ発生時代に二度特権が授けられ、次第に人口が流入し地区が次々と拡大していった。19世紀にログローニョ県が設置されると、サントドミンゴデラカルサーダはコマルカの、そして裁判官かつくの中心自治体となった。ありがとうございます。